ゆきなりと伊達バームクーヘンズです、仙台からやってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。目的地はどこだ、飛び出す勇気もない、安心安定もいいけれど、ほら僕には向いてないや。誰に何言われても関係ないぜ、お前の人生だ。いつも理由があるとは限らないぜ、分かっているんだろう。やがて夢は変わってゆくよ。誰だって僕だ、いつか違う形で終わっても、心は前を向いてる。イエーイ。ありがとうございます。サックスあたり、決めた、飛び出す覚悟もある。やがて夢は変わってゆくよ。誰だって僕だって君だって、いつか お前とはもう Seems so far away。
よろしくお願いします。いやなんか雨降らなくてよかったですね。全くです。ああよかったよかった。皆さんなんかこんなせっかくのお祭りですからどんどん、出店でビールを買ったり食べ物を買ったりして、美味しいものをたくさん食べていってそして音楽もたくさん聴いていって楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。皆さんすごい写真撮られてて恥ずかしいんですよ。本当だね、こんなに向けられたことない。そうそう、こんなにカメラを向けられたことがないからさ、もうどうしよう、興奮してきたよね。楽しくなっちゃうね。楽しくなっちゃうね。我々は著作権フリーなのでね。肖像権とかないんですよ。フリー素材。フリー素材。フリー素材に書いて。あんまり変な使い方しなきゃ。やめて、アイコラとかやめてね。フリー素材とか言う。それじゃあどんどん曲やっていきますのでですね、気が向いた人は終わった後こちらで CD も置いてますのでぜひチェックしていってください。よろしくお願いします。次の曲は、僕の地元盛岡を、盛岡の映画館通りという、とても素敵なストリートをイメージして作った曲です。皆さん、盛岡に行ったことがある人この中にどんくらいいるかわからないですし、もしか行ったことないよって方の方が多いかもしれませんけど、せっかく隣の岩手県の、素敵な街なので、そんな街並みをイメージした、曲を聴いて、なんかいいなと思った人はぜひ盛岡にも遊びに来てくれたら、僕はすごく嬉しいなと思います。では聴いてください。盛岡をイメージしました。思い出シネマという曲です。もらった中央劇場弱虫なメガネの男の子多いロボットが大活躍。中学生になった僕は友達同士もビルの中おっさんが歌うオブレノンはどんな歌だっけ。なんも思い出せないのお気に入りだったいつかのソーリーもう思い出せないの僕が見た物語を僕らの思い出たちを映すあのスクリーンに懐かしい記憶が蘇る鮮やかな淡
桜マークの百貨店の罠、あいつら見たいと言い張ってさ、結局行くのは3番か、うん、大人になって仕事について金銭的に余裕もできたかと言って見たい映画もなくて今更すぎるよ。お気に入りだっていつかのストーリー、もう思い出せないの、僕が見た物語を、oh yeah、 僕らの思い出たちを映すあのスクリーンに懐かしい記憶が蘇る、鮮やかな淡い光、僕らは忘れてないよ、いつか見たスクリーンを懐かしい記憶が蘇る。